はいどうも皆さんこんにちは、デッドです。今回は今強化すべき最強の弓2本をご紹介します。現環境でも最強クラスで長期的に見ても大活躍間違いなしの2本を厳選してきました。単体で見ても超強いですし、さらに2本を合わせるともうこれだけで全モンスター超楽勝で倒せる、まさに最強のペアになってます。また弓をメイン武器として使わないという場合でも、困った時用のサブ武器としてこの2本を持ってるかどうかでかなり差がついてくるんで、この2本は冗談抜きで全ハンターさんに強くおすすめをします。そして今まさに強化していく大チャンスになってるんで、今回は実際の狩猟映像も見ながら最強弓2本の性能と今後に向けて強化していくメリットを徹底解説します。では早速最強弓1本目見ていきましょう。リオレイヤの弓プリンセスアローです。毒属性ということで全モンスターに使える汎用武器で、しかも毒が超強いので、これは全ハンターさんにおすすめできる最強弓になってます。レイヤの弓はもともと毒の属性値がかなり高いんですが、そこに闇討ち状態以上を組み合わせることで毒状態の発生回数は本当に爆増します。特に毒弱点の相手については HP の7割8割を毒だけで削るというのがもう当たり前になっていて、低グレードでも格上をガンガン狩猟していけます。では最初イビルジョーいきます。毒属性なので当然全てのモンスターに使える汎用武器で、特に毒弱点の相手の場合はもう異次元の強さになります。星8の HP が5万5000くらいなんですが、 70% くらいを毒だけで削ることができます。イビルジョーは1回の毒でダメージが約1万になっていて、基本的にバトル中4回毒になるんで毒だけで4万ダメージです。あとは残り1万5000ダメージを射撃と SP で稼いでいけば OK です。今回グレード7の2なんですが、グレード6でも星8は全然いけます。また星9とか10についても低グレードで討伐可能なので、毒弱点の相手は本当に超余裕です。今後のアップデートでクシャルダオラ出てくる可能性高いんですが、クシャも本家で毒弱点なのでレイヤーの弓は特攻武器になります。毒弱点以外についても当然毒は全てのモンスターに有効で、矢のタイプも拡散になってるんで火力も出しやすいです。プケプケ弓と比べると攻撃力が 5% くらい下がるんですが、これは武器のレベル1くらいの差なのでほとんど違いはありません。逆に毒の属性値で言うと、なんと武器のグレード3個分の違いがあるので、グレード低めでも一瞬で毒状態にすることができます。このように現環境最強クラスの汎用武器で、特に毒弱点の相手に対しては本当に属性武器以上の火力が出てしまいます。もちろん毒弱点以外の相手についてもプケ弓と同じかそれ以上の火力を出すことができます。なので当然メイン武器にもなりますし、属性使いの人や他の武器種を使ってるという人でも困った時用のサブ武器として大活躍間違いなしなので、レイヤーの弓は超おすすめになってます。ゴールデンウィークはモンスターの密度アップイベントも来てるんで、ぜひとも森林と砂漠に行く際はレイヤーを逃さないようにしてください。というわけでレイヤーの弓1本だけでもほとんどのモンスター楽勝なんですが、どうしても毒の効きやすさというのがモンスターによって変わってきますよね。中には毒が全然効かなくてさらに HP も高いっていう相性最悪なモンスターも何体かいます。ここをカバーできる武器があれば本当にたった2本の弓だけで全モンスター楽に倒せて超快適に遊んでいけると思います。なので次はレイヤー弓のパートナーとしてもう完全に最適、そして純粋に1つの武器としても最強クラスの弓をご紹介したいと思います。それでは最強弓2本目見ていきましょう。イビルジョーの弓、ヴィランブレイスです。竜属性ということで弱点モンスターも多くて武器のステータスも高いので完全に最強の属性弓だと思います。そして一番重要なポイントとしては、レイヤー弓と相性の悪いモンスターというのを全てカバーしてくれるという点になります。毒があまり効かなくて HP も高いモンスターといえば、レイヤーとかレウス、ディアブロあたりになるわけなんですが、この辺のモンスター全て竜弱点なので、イビルジョーの弓1本だけでカバーすることができます。なので、レイヤー弓のパートナーとしても一番優秀で、もちろん純粋に一つの属性弓として見ても最強の性能になってます。ではリオレウスいきます。主クラスのモンスターはレイゲーナ以外毒があんまり効かなくて全員 HP も高いので毒武器にとっては結構厄介です。レイヤー弓は属性値が高い分低グレードで運用できるっていうメリットがあるんですが、特にそういう場合にこの辺のモンスターがストッパーになる可能性が高いです。そこでレウスとかディアブロあたりをこの武器でカバーすることでたった2本だけで全モンスター楽に狩猟していくことができます。全体的に竜弱点は強めのモンスターが多くて、今後も未登場の竜弱点モンスターたくさん控えてるんで、汎用武器使いの人でも竜属性を作るメリットはかなり大きいです。こんな感じでまず汎用武器としてレイヤー弓をメインにして、相性の悪い一部のモンスターをイビル弓でカバーするという使い方ができます。また一つの属性弓として見た場合でもこの武器は最強の性能になってます。まずステータスが全体の1位で、矢のタイプについても最大ための貫通と一段ための拡散を使い分けることができます。どっちもダメージ効率めちゃめちゃ良くて、モンスターとの相性によって使い分けができるんで超優秀です。竜弱点モンスターは現状8体で、
未登場のモンスターも多数控えてるんで、汎用性の面でもトップクラスです。というわけで、レイヤー弓とエビル弓は単体で見ても最強クラスで、合わせてみると、たった2本で全モンスター楽勝になる最強ペアなので、全ハンターさんにおすすめができます。あとは、リオレイヤーとエビル女王は、毒と竜でお互いの武器が弱点属性になってるんで、お互いを狩猟するだけで、両方強化していけるっていうお手軽さもあります。そして、メイン武器として使わない場合でも、最強のサブ武器として、持っているか持っていないかでかなり差がつくと思うので、この2本ぜひとも検討してみてください。ではここで最強弓2本についてポイントをまとめておきます。まず今回紹介したのは毒属性のレイヤー弓と竜属性のイビル弓です。一番重要なポイントとして、この2本のペアだけで全モンスター楽勝で倒すことができます。レイヤー弓は毒なので1本で全モンスター倒せるんですが、レウスとかディアブロみたいな相性の悪いモンスターが一定数います。で、このあたりのモンスターが全部竜弱点になってるんで、竜属性のイビル弓作っておくと、2本の使い分けで全てのモンスターを楽に狩猟していくことができます。で、メイン武器として使わない場合でも最強のサブ武器として持っておくと、いざという時に大活躍するんで、全ハンターさんにおすすめができます。ちょうど今イベントが来てて、まさに大チャンスですし、今後も常に素材集めができる武器なので、ぜひとも優先度高めで強化していってほしいと思います。というわけで、まずここが2本ペアで見た時のおすすめポイントになってます。次、単体で見ていくと、レイヤー弓は毒属性ということで全モンスター倒せる汎用武器で、特に毒弱点の相手には他のどの属性よりも強くなってます。もともと属性値が高くて、さらに闇打ち状態以上と組み合わせることで、ほぼ常時毒状態とかも可能です。毒弱点であれば HP の7割8割を毒だけで削ることができるんで、イビル女王や今後登場予定のクシャグダオラみたいな重要モンスターに対して一番有効な武器になってます。プケプケ弓と比べると攻撃力が少し低いんですが、 5% 程度の違いなのでほとんど差はありません。逆に属性値で言うと、なんとプケ弓グレード10の5とレイヤーの弓7の5がほとんど同じ値で、グレード3個分の違いがあります。つまり低グレードでも楽々毒状態にできるんで、攻撃力が多少低くても全体として見ればこっちの方が断然強いです。属性使いの人にとっては毒は必須ではないと思うんですが、それでもクシャみたいな重要モンスターの対策としてかなり重要ですし、普段使いでも1本で全部倒せるお手軽さっていうのもあるので、いざという時にサブ武器としてこれを持っているのと持ってないのとでは大違いだと思います。これは他の武器種をメインで使うという場合でも同じことが言えます。というわけで、総合的に見てリオレイヤーの弓は全ハンターさんにおすすめできる最強武器になってます。次、イビル弓は竜属性ということで、まず武器のステータスは全属性中1位です。装備全体で見ても、集中後の属性強化4という他の属性と同等の構成が組めて、さらに最大ための貫通と一段ための拡散で使い分けができるということで、全属性の中で間違いなく最強の性能になってます。マイナス回心の影響が多少あるんですが、それ込みで考えても、貫通と拡散のダメージ効率がものすごく高いので、現状一番強い属性弓は間違いなくこれです。汎用性の面でも、竜属性は弱点モンスターの数も現状1位の8体で、今後も未登場のモンスターがたくさん控えてます。なので、性能面と汎用性の面どちらで見ても属性単体として見れば明らかに最強です。注意点としては、竜だけが弱点のモンスターが1体も存在していないので他で替えが効いてしまうんですが、今回見てきたように毒と組み合わせることで2属性だけで全モンスターカバーできますし、正直なところ竜が弱点のモンスターはとりあえず竜属性使えばいいよねっていうくらいの性能ではあるので、イビル女王の弓に関しても強化していくメリットはめちゃめちゃ大きいと思います。では最強弓2本でもう1戦ずつやって終わりにしたいと思います。まずイビル弓でディアブロスいきます。ここからは武器単体の性能について見ていくんですが、まず装備に関してスキル構成が集中マックスの属性強化4になってます。竜属性の弓はこの装備が一番火力の期待値が高いです。特に1段ための拡散を連発するという場合は集中マックスとの相性がめちゃめちゃいいです。ただ矢のタイプについてはモンスターごとに相性があって、今回ディアブロスは基本的に貫通だけで戦ってます。拡散で翼を狙うのもありなんですが、そもそもディアブロスは攻撃範囲が広くて、拡散の適正範囲で戦うと逆に被弾リスクが爆増してしまいます。なのであえて毎回距離を取って遠くから貫通だけを打ってます。距離がある場合相手が突進しかしなくなるんで、ロールで避けてから後ろに下がって打つっていうのを繰り返します。これで行動がワンパターンになって貫通でダメージを稼ぎやすいので、ディアブロスは基本的にこれがおすすめです。逆にレイヤーとかイビル女王みたいにすぐ距離を詰めてきて貫通との相性が悪い相手の場合は拡散一択になります。モンスターごとの立ち回りについては以前に別の動画でかなり詳しく解説をしてるんで、興味ある方は概要欄のリンクからぜひご覧ください。というわけで、グレード6の5で星8のディアブロスも1分くらいで倒せます。もっと近づいて拡散メインで戦えばダメージ効率上がるんですけど、今回みたいに離れて貫通というのが一番安全なので、基本的にはこれでいいんじゃないかと思います。グレード6の5まで来ると割と安全に戦っていても時間に余裕は結構あります。
当然速さ重視の場合は拡散をメインにして立ち回りも変えていけます。なのでモンスターとの相性もそうですし、自分のスタイルに合わせて使い方を変えていけるんで、自由度がすごく高いっていうのもこの武器のいい点かなと思います。イビルジョーの武器、結局どれ作るかっていうのはやっぱり難しい問題なんですが、弓に関してはその武器種の中で最強かつ万能な性能になってるんで、そういう意味では弓はかなりおすすめになってます。では最後、レイヤー弓でレイギエナいきます。毒弱点に関しては属性弓よりも火力が出るんですが、特にギエナは毒状態の間飛行しないという特別な仕様なので、特に相性がいいと言えます。地上にいる時は突進攻撃が多いので、基本的に横に避けて射撃をしていくだけで、闇討ち状態以上も発動して速攻で毒状態にできます。 HP 高めの相手ですが、7割以上毒で削ることができるんで、グレード低くても全然余裕です。ちなみに装備は集中4の闇討ち状態以上4で、ほぼ確定で毒の蓄積が起こります。闇討ち状態以上についてはモンスターの頭よりもちょっと後ろにいれば発動するんで、背後とかじゃなくても真横あたりで攻撃していけば OK です。他のモンスターも基本は同じで、なるべく近くに留まって相手の攻撃来たら横に避けて撃つっていうのを繰り返します。毒弱点のモンスターに関しては本当に常時毒状態も可能で、今回のバトルでもほぼずっと毒状態を維持してます。弱点以外のモンスターについてはさすがにここまでうまくはいかないんですが、レウスみたいによっぽど耐性のある相手じゃない限りは基本的にレイヤーの弓1本だけで余裕です。なので汎用武器の中でも最強クラスになっていて、特に相性の悪いモンスターを竜属性でカバーしていけばかなり低グレードで運用することもできます。あとは黒弓ゲイルホーンを作っているという場合は、基本は措置を使って毒弱点だけレイヤー弓っていう使い分けもできます。ただ黒弓は現状で素材集めがかなり難しくて、今後亜種のイベントがどれくらいの頻度で来るかっていうのもちょっとわからないので、いつでも素材集めができるという点も踏まえて、レイヤー弓とイビル弓の組み合わせが一番おすすめになってます。というわけで今回は今強化すべき最強の弓2本を紹介してきました。どちらについても武器単体としても最強クラスの性能で、さらに2本合わせれば全モンスター楽勝で倒せる最強ペアになってます。メイン武器にするかどうかっていうのは人によって変わってくると思うんですが、普段使わない場合でもいざという時用のサブ武器として持っておくこともかなり重要です。長期的に見ていっても活躍する場は今後必ずやってくるので、作る価値は十分にありますし、密度アップのようなイベント中は特に優先度高めで強化していくのがおすすめです。ちなみにレイヤー弓とイビル弓を使った攻略や立ち回りの解説動画もたくさんあるので、興味ある方は概要欄のリンクからぜひご覧ください。また今後もモンハンナウの攻略や解説などガンガンやっていくので楽しみにしていてください。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。